今までの車両はやっぱり重量が重くなってくるとどうしても加速時、音がやっぱり大きくなってしまったりとか、加速時のスムーズ、やっぱり静寂性っていうのがすごくあったので、すごく良かったです。ゴルフバッグが今まで軽車両だと横に寝かせてたものが縦に積めるっていうのがすごく魅力でした。それによって違うお荷物も積載量が増えるかなと思います。ガソリンスタンドに給油することがなくなりました。時間の削減の観点から考えれば、そこの今回の EV 車で充電器を挿すだけっていうことなので、そのストレスは減りました。